みんないらっしゃい。蓮のお祝いに来てくれたのね。でも、困ったわね。サプライズでお祝いしてあげたいんだけど。蓮ったら、サプライズが来るぞって、ずーっとそわそわしてるのよね。それで、お祝いのタイミングがなかなか見つからないんだよね。そうだ。集まってくれたみんなに、かっこいいところを見せてあげてほしい、っていう感じで、蓮を歌に誘うのはどうかな？歌ってる時はきっと、サプライズのことも忘れると思うから。いいじゃん、いいじゃん！ええ。みんなも、協力してくれるかい？ありがとう。よし。蓮を探しに行こう。みんな、ミクたちを見なかった？今日俺の記念日だし、絶対サプライズとか企画してると思うんだよね。どんな感じで祝ってくれるんだろう。楽しみだな。あ、カイト、そろそろお祝い始まる？みんなどこかで、俺を驚かせようと思ってスタンバイしてるんじゃない？え？ミクたちからは、何も聞いてないけどな。それより、せっかくこれだけたくさんの人が集まってくれてるし、かっこいいところを見せたいと思わないかい？え？かっこいいところ？みんなも見たいってこと？それなら、ちょっと頑張っちゃおうかな。よーし。みんな、バッチリ決めるから見ててね。おめでとう！うわ！え？みんな？いつの間に？ふふ。ようやくおめでとうって言えたわ。ええー、カイトが考えてくれた作戦がうまくいったわね。もう、レンがあんな風に見られてなかったら、もっと早くお祝いできたのに。
だって、どんな風に祝ってもらえるのか、楽しみだったからさ。ふふ。でもこれで、サプライズなお祝いができたね。みんな、今日は俺のお祝いに来てくれて、ありがとう。歌を歌えて、お祝いもしてもらって、すごく嬉しかった。これからも、こういうライブあると思うからさ、一緒に、ワイワイ盛り上がろうよ。それじゃ、またねー。